おお、怖い怖い怖い。はい、どうも、ピザクラの戸崎です。ケラです。ナイスガイスガイです。本日は、日本表面真空学会コラボ、とにかく、いろんなものを真空にしてみたいろんなものを真空にしてみた、いいじゃない。真空、見たいでしょ？見たい。あんま見たことないかもしれないな。ないね。テレビではあれ、あの、気圧下げていくんだよね。はい、そうです、そうです。空気をだんだん減らしていって。そうです、そうです。というわけで、もう皆さん、真空が大好きということで、真空大好きなお二人に集まってくれました。あんま言った覚えはないけど。言った覚えないけど、真空嫌いなやつおるんか。というわけで、今日、真空のために使う道具、こちら。こちら真空容器となっております。空気を抜いていくんだ。そうですね、ここでも扱えるサイズのものと。へー、ちっちゃいじゃん。ちっちゃいね。ちっちゃいんですよ。ついてますよ、そこに。みんなの大好き気圧計、あ、バロメーターってやつがね。バロメーターがね。人気のバロメーター。はいはいはい。今のという時のバロメーターとは、もともと何を測るためのもの。気圧でおなじみのあのメーター見てたら、あの、どんだけ空気減ったかなということも分かりますと。はい。というわけで、今日気になるものとか持ってきてるんで、みんなで、はい、そちらを真空にぶち込むとどうなるのか、早速見ていきましょう。真空、さあ実験やっていくんですけども、さあ、この装置持ってきていただいたのは、はい、日本表面真空学会にも所属されている、はい、山崎史郎先生です。はい、よろしくお願いします。お願いします。あの、会うたびに違う、あの、肩書きが違う。日本表面真空学会の人だったり、はい、コマの達人だったり。そうですね、コマの達人、コマ回しの、コマ回しの達人なんですか。実はコマ博士と呼ばれてコマ博士なんですか。ちょっとテレビとか出てました、うん、コマ博士だし、真空博士、真空博士。初対面は実はシャボン玉です。シャボン玉博士、シャボン玉博士。しかもあれですね、東京工業大学でなんですよ。そうで、本職は一応東京工業大学で、あの、教員をして、僕の板大学のね、そう、教員をされている。あ、そうなんですね。嬉しい。すごいすごい、はい、ではもう早速入っていくんですけど、まずとりあえずこれ見とくかみたいな。気圧といえば、気圧といえばね、ポテトチップス、はい、これで富士山とか持ってったら、うん、もう結構富士山程度でもパンパンになるわけ。うん、こんな真空持ってったらどうなっちゃうの。確かに。じゃあちょっと早速やってみましょう。はい、じゃあもう早速動くらしいんで、はい、スイッチオン。おー、あー、お、座れてるわけね。で、今もうコックが開いてるので、今座り始めてる。ここが開いてる。で、ただちょっとね、コツがあって、これね、蓋がまだ完全に閉まってないかもしれないので、最初だけちょっとね、上から押してあげてください、均等に。なるほど、うん、で、今ね、この皆さん大好きなバロメーターがまだ実はゼロのままなので、今から空気が漏れてます。やばいじゃん。最初だけちょっと押してあげましょう。動いてる、早い、うん、一度減り始めたらもう出して OK です。はい、あー、もう固定されてる。そうすると、おー、すごい。あとはもう気圧力で勝手に押さえてくれる。おー、すごい。もう、石寿司さんぐらいになってるよ。僕の思い出、石寿司さんのポテチめちゃ膨らんでる。僕の思い出ではこれ9合目ぐらい。あ、そうだちょっとあるんじゃん。逆側にしときゃよかったとかじゃないよ。これです、割れてます。はい、これです、割れてます。はい、ではポテチ真空にするとこはこんなもんなんで、はい、逆に空気入れの儀を行いたい。空気入れの儀をね。逆にね、排気圧戻しなの。戻さないと食べれないもんね。で、これここにコックついてるので、下側から空気ヒュッと入れることができるので、はい、それで一気に空気入れてみたいと思います。一気にブワッと、ゴワッいきますよ、はい、じゃあこっち止めまして、はい、まず止めます。吸ってるのやめます。はい、音がありました。はい、鶴崎これ持ち上げ、はい、参ります。いくぜ、空気オン。うわ、空気オン。めっちゃ、なんでなんでじゃないよ。でもそうか、急に入ったから周りが
押す力が増えたってことじゃない？あ、隙間が小さいからだ、うん、あーなるほどね、入りきらないんだ。で今ゆっくり釣り合ってんだ。そうだ、へーすごい、一気に外が押されちゃったね。おもれー、パーティーこれで始まった、パーティーこれで始まった、最高じゃん。ぜひこれあの開けてあのちょっと食べてみてください。味が変わってるかも。あ、確かに確かに、おーい、変わってる可能性あるって。真空、真空、一回真空ポテチ、一回真空ポテチね、でれれれれれ、開いてます。おーい、バラバラになってないですか？大丈夫ですか？なんか変質はしてないかな。確かに、あーよかったよかった、バラバラになってない、壊れてはないね。だって飛び回ってたけどね。いただきます。おいしい驚くほど一気圧全然今変わってない、うん、変わってないですね、変わってないです。で実はですねこれ逆にポテチって袋をずっと開けてると3日とか経つとしけっちゃってね、美味しくなくなるじゃないですか、はい、だけどこの中に入れとけば3日経っても新鮮なままで美味しく食べる。なるほど、確かに、確かに、水分がないから、なるほど、保存するのにも使えるという。じゃあもう一家に一台ですね。そうだ、輪ゴムと輪ゴムとかいらないんだよね。パーティー焼けしたら一日舐めるだろう。続きまして、はい、マシュマロと、マシュマロでもうこれなんか入れたら始まっちゃいそうだから予想してから入れようぜ。いやだからさ、マシュマロってさ穴開きまくってるわけじゃん。確かにね、穴開いてるよねこれって。多分閉じてる。え、どうだろうね。いやでもスカスカ、まあ、閉じてるところもあるんじゃない。ああそうか。いやスカスカだったらさっきのポテチの袋割れた後と同じことが起こるんじゃない。ああ、破裂するにしようかな。じゃあ破裂、いや気になるな。いや破裂ほどでかい穴がないんじゃない。なるほどね、うん、じゃあどうなる。ブツブツ、あ、ふ、なんかあブクブクブクする、うん、あーそれあるな。じゃあ僕はじゃあやや膨らむで、やや破裂まではいかない。じゃあそれでいきましょう。はい、入れました。お、さあどうなる。オッケー、動いてますか。はい、動いてる、吸い始めた。はいはいはい、変わってないね。変わってないか、なんか動いてない。うそ、動いてる動いてる。あ、でもアハ体験ぐらいの動いてる。ああ、ああ、動いた動いた。動いてるわ。手前のが。はい。これ膨らんだ証拠だね。これだから破裂したら膨らんだ勝ちね。そうね。破裂しなかったら俺の勝ちでしょ。確かに。待って、下もさ、ビーカーもさ、ギュー、ほんとだ。パンパンになってる。確かに。あのアニメとかでさ、うん、めっちゃ遠くからフィューって吹っ飛ばされて、めちゃってこう吹っ飛ばされてみたいになってる。おお。すごいなんか。もうめちゃくちゃ。めちゃくちゃ出てるもん。え、全然さ、だってこんな溢れるほど入れてない。そうだよね、なんかちょっと減ってない。え、嘘。あれ、なんかさっきほどじゃなくなってない、体積。いや、ほんと、そうか、このパンパン具合減ってる。あれ、ほんとだ、確かに。ああ、もうだいぶ減ってる気がする、うん、上のラインがね、もっと出てたよね、さっきね、うん、あまりにも俺たち今歯体験すぎるけど。じゃあここからちょっとクイズ出しちゃっていいですか、はい、じゃあこの後空気を入れたらもう一度膨らむか今のまま変わらないか縮むか。ああ。うわぁ、縮むに一票。ああ、言われちゃった、俺も縮むなんだよな。まあでも縮むか、これはちょっと。でもさすがに、いや論理的に考えて縮むでいい、よかったら俺たち全員縮むで提出でいいわけよ。確かに、なんか受け狙おうとしてるから。だとしたら、あの膨らみ続けなかった理由が説明できない。まあ確かにね。いやだから膨らみ続けなかったのは穴開い、そうだ、だから俺の予想は最初膨らんでたでしょ、途中でなぜか膨らまなくなっていっちゃかったのは、うんうん、あのパーンっていう音こそしなかったけどどっかでちっちゃく破裂してるんだと。あ、だとすればポテチと一緒だよ。ポテチと一緒だったら縮むし、うん、この穴が十分大きければ変わらない。変わらない、うん、まあ、縮むか。縮むで、縮むでしょ、縮むで、万丈一の縮む。じゃあ行きますか。はい、参ります。真空オフ、空気入れます。あ、空気入れます。めっちゃ縮んだ。
これ開けていいかな。開けていいよ。え？うわ、味噌汁に入れる乾燥の見てこれ、味噌汁に入れる乾燥の豆腐みたいになっちゃった。あ、でもまあマシュマロはマシュマロかな。硬い？柔らかい？硬くはない。うわ、半減以下。何これ？え、真空にしたら儲かると思ったのに。確かに。膨らんで。戻したらめちゃくちゃ小さくなっちゃった。いただきます。はい。あ、まあマシュマロでしょうか。通常のね。うん、柔らかい、柔らかいと、うん、ちょっともちもちしつつ、はいはいはい、うん、甘みも覚えて、甘みも、甘みもね、甘み変わる可能性あるから。だいぶ甘いよこれ。だいぶ甘い。だいぶ甘い。マシュマロ単体ってだいぶ甘い。だいぶ甘いね。焼いて焦げ目もついてないんだから、言ってくださいよ。なんか硬さで言うと何に似てる。なんかね、靴下。布。いただきます。あのね、もち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 度上がりすぎ。甘甘み上がってる。甘み、どうだろう、でも甘み一緒ぐらいかな。あのマシュマロのふわふわ感失われてます。失われてますか。というわけで、マシュマロは真空にすると膨らむ、戻る、めっちゃ縮むっていうことでした。めちゃくちゃ戻らないね、全然ね、決して戻りません。これもう一回真空に引いたら膨らむのかな。これはですね、結構難しくて、で皆さんの推理半々ずつぐらい全部当たってます。で最初にまずこの空気があって、真空にしたらそれが膨らむからブワーって膨らんでいくんですけど、はい、でおっしゃる通り、そのポテチの袋と同じで、その膨らんだ小さな泡が全部破裂してっちゃって、それでマシュマロらしさが失われちゃったんですね、うん、で破裂した後に空気入れていくと、今度はあのクシュッて縮んでいっちゃったっていう感じですね。でそういうプロセスが今見れたっていう感じ で、うん、で今もう一回真空に入れると少しだけ膨らむはずです、まだ生き残ってる気泡があるはずなので、でもっとずっとやるともう生き残りの気泡がなくなって、最後にはまあグミというかもうキャンディーみたいになっちゃう。でもこれから分かることは、マシュマロを売るっていうのがどれだけ稼げるかってことです。はい、3つ目。はい、お湯。お湯今 74.5 度です。だから山の上は沸点下がるとかっていうのは、はい、言うてでしょって思ってるわけ。はいはいはい、そんなでしょって思ってる。75度とかまでいったらもうさすがにもう無理なんじゃねみたいな。なるほど。そういう説ないっすか。いやでも真空だよ。真空か。真空になったらもう沸騰するよ。真空だったらなんなら水でもまず沸騰するか。うん、やばい、 70.9 度になった。いやだから言ったやろ、もう予想はもう沸騰するから、ちょ一回沸騰するとこ見よう。はい、閉めて吸います。おお、吸えてる。お、吸えてる。おお、さあ70度ぐらいは。あれ待って、この辺こっち曇ってたっけ。ああ、あ、ほんとだ、あ、めっちゃ白いわ。おお、怖い怖い怖い。おお、怖い怖い怖い。おお、急に、急に。わあ、あ、もうめっちゃ沸騰してる。じゃあもう全体今白くなってきてる。白くなってきた。トップツだ、トップツ。初めて見たトップツ。沸騰石を入れて防ぐ。知られるトップツだ。めちゃめちゃ沸いてる。沸いたそばから今吸ってんだ。うん。基準から800ヘクトパスカルぐらい引いたところあたりで突沸が起こりました。すごい、もうどんどん白くなってきてる周りが。めちゃめちゃでかい泡出てるね。なんかだんだん一個一個がでかくなってきた。確かに。え、なんだこれ。俺たちの知ってる沸騰じゃねえ。泡が大きいですね。一滴がボゴンボゴンボゴンとマグマ、マグマみたい、マグマ。うん、お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 、すごい。やんできた、やんできた。あれ、やんできたよ。え、あれ確かに。これやむんですか。これはちょっと正直半分わかんないです、はい、一つの理由はお湯の温度がちょっと下がってきてるじゃないですか、はい、なので沸騰しにくくなってるっていうのが一つ。ただそんなに早く温度下がるはずないので、はい、もしかしたらさっき出てた泡はつまり水蒸気じゃなくてなんか水に含まれてる空気の成分が先に出てきちゃったのかもしれないですね。ちょっとここまで2段階で分かれてるのはっきり見たこともなくて。じゃあ泡が最初ボコボコボコだったのが、
ボコンボコンになったのは、うん、それなんか理由あるんですか。いやちょっとわかんない。それもわかんない、うん、でも本当やってみないとわかんないなと思いました。現象なのみたいな。ここまでのはちょっと初めて見ました。でもこれってあれだよね。普段はそもそも水も空気をしてるし、空気も水をしてて、うん、その力保たれてるんだけど、普段の沸騰ってのはこっちを加熱することで押す力を強くしてブクブクしてるけど、そうじゃなくてこっちの空気の力を弱くして、それで今の温度でも十分沸騰するようにしたってことだね。そうですね。温度が熱くなってるわけじゃないでしょ。うんうん。俺たちの大好きなあの水の想像の気圧が高いと沸騰する温度が高い、この線上でこう上がっていくわけだけど、はい、今気圧を下げてるから沸騰する温度もこう下がっていく、はいはいはい、これさ、うん、注目のまた空気入れの儀。空気入れの儀。空気入れの儀。空気入れの儀やろうぜ。そして考えようぜ。どうなるこれ。どうなる。じゃあ側面濡れるに1票。ああ。いや俺はこのも曇りが取れるに1票。ああ。ではいきます。はい。まず閉めて。風で倒れるのを防ぐためにいきます。はい。ほっ。オッケー。オッケー。あれ。1気圧だ。あんまり変わんない。あれ全然透明ではないよ。確かに曇りっぱなし。曇りっぱなしだな。ちょ一回開けようぜ。パカ。はい。ああ全然もうもはや何でもないんだ。これでも水滴だよね。あ水滴。あ水滴だね。うん。何？でもやっぱちょっと水滴出ないこの辺。まあ結構下は濡れてる。こうなってまーす。37.7。多分さっき真空の沸騰が止まっちゃったのはやっぱりあの温度が下がっちゃったからっていうのが可能性高しですね。うん、やっぱあの小町ってあのちょっと温度高めからスタートしないとなかなか沸騰するってできないので、うん、今回それでまあちょっと75度スタートだったんですけどね。ちょっとでも予想以上に下がってました。うん、へえ。まあでも沸騰するってことは一番熱いところがどんどん先に蒸発して消えていっちゃうので、うん、消えるのも多分早くなってる。あなるほど。なので今おそらく真空の外に置いといたビーカーがあったとしたらそっちよりも温度は下がってるはず。なるほど。なんでパーティーとかでなんか冷たい飲み物が欲しいなと思ったら真空の中に入れとかできる。なるほど確かに、ね、もう真空パーティーやりたいですね。真空パーティーやりてー。はい、というわけで本日は、真空容器使っていろんなもの真空の中にぶち込んでみましたけれども、はい、いやどうでしたか福良さん。楽しかったね、うん、面白い。まさかこんなところで真空ができる。確かに。いや真空は意外とパーティー気質だということで志郎先生どうでした。いやそうですね、私もあの見たことのない実験、見たことのある実験両方ありましたけども、うん、見たことある実験でもこんなに激しく変化したのって実は初めて見たのでちょっと驚きだったのがありましたね。あとマシュマロも普通は膨らんだ時点でおーってなって終わりなんですよ。だけどさすがお三方だと思ってその後もずっと見て縮むまでやっていただいたので、うん、その後のネタバレがもう出ちゃったなと言ってすごい面白かったなと思いましたね。ぜひまたね真空使ってこのねいろんなまだ入れたいもの100個ぐらいリストアップしてるわすごい。第2弾第3弾ってやれたらいいなと思いますね。ありがとうございます。ありがとうございます。であの今回ですね日本表面真空学会ということでね特にその関東支部として来たんですけどもね、はいはい、まあ、日頃こういう真空を使って原子を扱う実験とかあと表面の科学ですね、うん、あのどんなものでも実は表面って必ずあるんで、うん、そういったものの科学をやるね分野で、まあ、僕たち日本表面真空学会関東支部ということでなっています。で我々ですね、すごいぞ表面科学っていうねブルーバックスの方もあの出しておりますのでね皆さんもし興味がある人がいたらそちらもあの Amazon とか書店とかで買ってみていただけたらと思います。お願いします。お願いします。はい、というわけで先生もありがとうございました。ありがとうございました。また、次回の真空でお会いしましょう。さよなら。